はい、こんにちは。今日はですね、こちらサンダルのご紹介です。まあ、ね、知ってる方は知ってるかと思います。有名ですね。ビルケンシュトックのですね、アリゾナというサンダルになります。メイドインジャーマニーということで、ドイツ製の、はい、26.5、のサイズですね。まあ、普段私 27.5 ぐらい履いてるんですけど、まあ、サンダルはね、これぐらいのサイズでちょうどいいかなと思います。今回ね、このアリゾナ購入したわけですけれども、まあ、理由としてはね、これずっと私長く使っているモデルなんですが、こちらね、見ての通りボロボロです。これね、もう4年以上履いてんじゃないかな、4年ぐらい履いてるかな。こんな感じで、おっとセンサーが消えてしまいました。こんな感じでですね、もうボロボロになりました。かかともすり減って、コルクの部分に若干かかってるかな。あとですね、こっちも剥がれててですね、こっちも剥がれててですね、ということで、まあ、さすがにボロボロになったので、今日ね、たまたまホースの方に行ったので、まあ、ちょうど見かけたんで買ってきました。今で6300円ぐらいかな、税込みで。で、まあ、キャンペーンとか2足目で、まあ、10% オフとかやってますと5000円台で買えるかなというぐらいの、価格で、まあ、そんなに高くもなくね、長く使えるのでいいかなと思います。こちらはね、どうしようかなと思ってますけれども、結構リペアして使ってる方多くいらっしゃると、ネットで、ね、見かけたんですけれども、ビルケンシュトックの公式ですと4500円ですかね、ソール交換で。で、これコルクまで行ってるともっとかかりそうな気配がします。で、普通の靴の修理だとどれぐらいかなっていうのはちょっと見積もってもらおうかと思いますけれども、まあね、新しいのを買って使った方がいいかなと思います。まあ、やはりね、すごい足が馴染んで履きやすいっていうのはあるんですけれども、この辺ね、微妙な価格帯だと思いますので、もう少しね、綺麗であれば、4500円で直すのもありかなと思います。非常に履きやすくてですね、この真ん中の膨らみが心地よいサンダルです。おすすめいたします。まあ、ビルケンシュトックいろんな形出てますけれども、私はこのアリゾナが一番好きなものになります。今回はですね、こちらビルケンシュトックのアリゾナというサンダルをご紹介いたしました。まあね、どこにでも最近靴屋さん売ってるかと思いますので、これからね、夏真っ盛りになりますので、こういったサンダル重宝するかと思います。はい、参考になればと思います。どうもありがとうございます。